シェアハウスに住む。で、これに関しては、先ほど、同棲しましょうとかって言ったのと近いんですけど、まあ、結局そのお金を増やすのも、いいんですけど、お金を減らさないっていうのは実は簡単なんですね。で、お金を減らさないためにどうしたらいいかっていうと、まあ、大半の人って、家賃使いすぎなんですよね。家賃高いじゃないですか。家賃3万とか4万超えてるんだったら結構高いと思うんですよ。それこそ家賃6万とかって、家賃6万払っちゃったらもう貯金できなくないですかね。で、それぐらい、日本って家賃高すぎだと思うんですね。で、じゃあ僕自身どういう感じの、家賃推移っていうか、どんな感じに家賃を払ってきたかっていうと、もうほとんど家賃ずっとゼロでした。学生時代はずっと実家から通っていて、それで、新卒の時は会社が用意してくれた場所に住んでいて、で、起業していた頃っていうのは、会社のオフィスを借りて、まあ、そこでずっと寝泊まりしていたので、まあ、実質家賃かかってないみたいな。で、その後は、フリーランスになって、で、フリーランス時代はずっとシェアハウスやってたんですけど、その時家賃 1.5 万とかですね。まあ、そんな感じで、もうかなり格安というか、ほぼ払ってなかったんですね。で、まあ、現状はちょっと YouTube 始めたことあって、まあ、ここの家借りてるんですけど、ここでまあ家賃10万とか、で、まあ、10万結構高いんですけど、まあ、ただここも、なんていうんですか、ある意味で設備投資というか、まあ、こういった感じで、まあ、撮影をこう快適にするための家だったりもするので、まあ、半分そのビジネス投資みたいな感じです。まあ、なので、この動画見てる方で、特にその家をビジネス的に利用していなくて、それでかつ家賃がまあ割と高いみたいな。っていう状態だったら、まあ、結構シェアハウスとか引っ越した方が、まあ、それだけでその貯金の貯め方がめちゃくちゃ変わると思うんですね。で、あとシェアハウスに住むと、なんていうんですかね、寂しくないというか、まあ、なんか一人暮らしすると夜とか寂しかったりしたりするじゃないですか。だからシェアハウス個人的におすすめだったりします。はい、続いて、その12ですね、副業必須節税をする。